1662年に、オランダの画家レンブラント・ファンレインによって描かれた、油彩画、クラウディウス・キウイリスの防御でのガイウス・ユリウス・キウイリス。ガイウス・ユリウス・キウイリスは、四皇帝の都市と称されたローマ内戦期に起こった、ゲルマン人やガリア人などによる、ローマ帝国への反乱の首謀者である。バタヴィ族に属した。なお、ガイウス・ユリウスの俗名から、キウイリス本人、または、 キウイリスの祖先はガイウス・ユリウス・カエサル及びユリウス・クラウディウス朝の皇帝統治期にローマ市民権を獲得したと考えられる。キウイリスの少年や前半生は明確ではない。バタビィ族はローマ軍のアウクシリアを務めていたことから、キウイリスも同様にローマ軍に従軍していた可能性が高い。キウイリスはローマへ反逆した疑いで二度投獄されたが、 軽執行前にて逃れた当時、バタウィ族は多くの男性をローマ軍のアウクシリアとして送り込むのを強いられ、その重荷と属州総督の圧政がバタウィ族内でのローマに対する不満が醸成されていた。68年にネロが自殺し、その後起こった内戦に交応する形で、キウィリス自身の出身部族であるバタウィ族以外に、 ブルクテリー族等のゲルマン系部族、トレウェリ族やリンゴネス族などのガリア人も急合して反乱を起こした。キウイリスは、高地、ゲルマニアやテイチュゲルマニア等のライン川沿いの族州への攻撃の名目として、ビィテリウスに対抗するために、シリア族州で皇帝に名乗りを上げたウェスパシアヌスへ味方すると表明し、一種のカモフラージュを図った。キウイリス軍は、 ライン川沿いに基地を構えるローマ軍団を襲撃、敗走させて、ローマ側の船舶24隻を奪取した。さらに無名するペルクスハイ下の2軍団を、カストラ、ウェテラが殺害されると同時に、キウイリスは、ガリアのローマからの分離、独立を宣言した。こうして成立したキウイリスの政権を、ガリア帝国と呼ぶことがある。女性占い師はエレダは、 キウイリスの勝利とローマ帝国の滅亡を予言したものの、キウイリス勢力に集結した部族間で意見の相違が生じ、キウイリスのガリア帝国は当初より不安定であった。一方、元老院より皇帝即位を承認されたウェスパシアヌスは内戦を終結させ、同時期に東方で勃発していたユダヤ戦争でもローマの優勢を確実なものとした。 ウェスパシアヌスはキウイリスに降伏するように勧告した。ものの、キウイリスはこれを拒んだことから、反乱鎮圧のために、軍事的な手段を取ることを決した。クイントスペティリウスケリアリスは、第21軍団、ラパクス、第4軍団マケドニカなどを率いて、ガリアへ進軍。ローマ軍の到着とともに、キウイリスに降をした元アウクシリアのガリア人兵士の、ほとんどが降伏した。 残るゲルマン系の兵士とキウイリスらは、ローマ軍と戦ったものの、アウグスタ・トレウェロルム及びカストラウェテラでキウイリス以外の主な指導者が軒並み、打ち死にするなど、壊滅的な敗北を喫した。キウイリスは、バタウィ族の領内にある島へと撤退し、最終的に、ケリアリスとキウイリスは、島で階段を持った。キウイリスを首謀者とする反乱は、この階段以降静まって、 この階段によりは僕がなったものと考えられる。なお、上記のキウイリスに関する内容は、タキトスの著作によるが、この階段以降の記述が散逸してしまったため、キウイリスに関する会談以降の消息は不明である。260年にポストムスがローマ皇帝を戦勝し、274年まで継続したガリア帝国とは別物である。ありがとうございます。